やばい、激チン。あのね、水の量っていうか、俺がね、トレーニング不足っていうのもあると思うし、あのね、体重が元に戻ったけど、で筋肉の量と脂肪の比率が変わってるから、昔と。昔このボードで、まあ、あのアウトから一番アウトから乗ってんのやつ見せたことあるじゃないですか。今はねこのボードで乗れない。やっぱあの8年前とか、あなんそうだね、あったな、10年前とかの板だから、ちょっとね乗れないですね。作り直して新しい板を、そうしないともうダメだね。今の感じだったらどうかな、64だともうね、厚さがこれ以上厚くするとちょっと調子悪くなりそうだから、あのこの厚さで長くするみたいな感じになっちゃうかな、どうしても。なんかやっぱちょっと年とかもあるから、楽になんか乗るんだったらこの厚さでちょっと長くするみたいな、74ぐらいにするのがベストかなみたいな感じだったね、今日は。なんかもうパドルがね、ついていかないんですよ。あ、もうちょっとダメだなみたいな感じで、ペンギンと同じ感じ。昔はね、これでもアウトから乗れたんですけどね、このボードでね。今はもう乗れない。そんなトレーニングもしてないから。